実は私はこの盛小学校の出身なんです。私の母校です。子供に教育をこう与えるんじゃなくて、指導するんじゃなくて、子供と一緒に心を作っていく、そして立派な大人になっていく、豊かな心を持った大人になっていく、それが私の狙いでした。小学生なので大人と違ってね、自分からこう悩みとか苦しみを伝えてこないので、だからそれをこう汲み取ってあげる、寄り添っていつもそばにいて、その気持ちをこう吸い上げてあげれるようにしていきたいなと、今みんな頑張っております。子どもの笑顔がたくさん出てきまして、震災前のような笑顔がですね、あれは大変嬉しかったですね。子どもたちが本当にこう最低の状況の中でもそれを受け入れる力があるからこそ、私たちも子どもたちにこう負けないで頑張ろうという気持ちは起きてますね。傷を受けている子どもたちをまず助けながらですね、癒しながら、また子どもと一緒に心を作っていく、そういう人間になっていきたいなと思っておりました。